この動画は2021年の6月9日に撮影しています。2021年の12月7日に配信するメッセージをいただければと思います。お願いします。あなたがこれまでのメッセージを聞いて、その日をどう感じますか？そうですね、その11月に入って、その今までその見えなかったというか、分からなかった UFO だったり宇宙人だったりっていう存在が目に見える形でやってくる、私たちに分かる、みんなに分かる形でやってくるっていうところから、じゃあ今度その人たちからメッセージを受け取った人たちがどういう形で情報を発信していくかっていうのを、その個人個人がちゃんと精査していくというか、見える力を養っていくというお話を聞いてから、約ここが2週間というタイミングなので、正直まだまだあのカオスな状態でありつつも、でもこの人なのかもとか、この人は違うのかもっていう、なんかみんななんとなくこっちを向いたらいいのかもっていうのが見えてくる時期なのかなと感じます。ではその時には何が必要でしょうか？そうですね、そのこういう話がいいよねっていうのを、分かり合える仲間が必要なのかなと思いました。皆さんの中で早い方は我々のメッセージを受け取り、もうすでにその頃にも現実創造をしていらっしゃるでしょう。そういった方々に皆さんが注目をしていく流れが生まれていきます。それは皆さんが何を信じればよいのか、どの情報が正しいのか、それを見極めようとした先に、現実に形作っている方々を信じようと決めていくからです。なぜなら皆さんは目に見えるものが正しいという考えをお持ちです。そして現実に形にしているということは、それは力です。我々のメッセージをこの地球上で具現化する力がその方々にはあるということです。そして皆さんそれぞれがご自分の好みの現実を作り上げている方々のもとへ行かれるでしょう。まず情報があり、現実が生まれます。皆さんはそのことをこの時期に学びます。そしてそこから我々の宇宙の情報とは、それをどう扱い、そして現実化させていくのか、そのプロセスを学ぶことが大切だということに皆さんが気づかれていきます。この時期皆さんはようやく本当の学びを始めることができます。そして知っていると思っていた方々が、もし現実創造をされていないのであれば、その方々のメッセージを聞くことをやめてください。我々は現実を作る方々に必要な情報をお伝えするということを、それを今これをお話ししている時点ですでに決めております。なるほど。11月のお話で、そのメッセージは等しく全員に伝えるけど、 それを隠したりとかする人がいるっていうお話があったんですけれども、そのメッセージを伝えるっていうことと、その宇宙存在とか UFO とかがその誰でも見える形でやってくるっていうのは、ちょっと違う感じなんですか？その存在が見えるのと宇宙の意図を受け取るっていうのは必ずしもイコールではないって感じなんでしょうか？その通りです。情報とは皆さんがそれぞれご自分に引き合うものを受け取ります。それぞれの心の状態、そして意識の開き、価値観によって
得る情報が違うのです。ですので、より高い意識をお持ちの方々と、まだその意識の開きの学びをされていない方々とでは、受け取れる情報の質や量も違います。そしてそれは、これまでは皆さんが物理的に情報を得ようとした時、その意思があればこの地球上の情報は得ることができたでしょう。しかし宇宙の情報とは、皆さんの意識の状態に合ったもの、ただそれが受け取れます。もちろんこれは宇宙の法則ですので、ただそうなっているということだけですが、この地球を新しい世界へと作り上げていくプロジェクトの中では、皆さんが同じ世界に違う意識の次元のもの同士が共存しています。宇宙はその次元により、意識の段階により住み分けがなされている世界ですが、地球ではそれがなされていません。ですから新しい地球を作るためには、我々の情報をある一定の平均値まで皆さんが受け取っている状態でなければ、現実創造が叶わなくなっていくのです。なぜならば、地球の現実は集合意識が生み出しているからです。今我々の意図を受け取り、そして高い意識の状態で現実化をできる方々と、全くそれを知らず学びの段階に入っていない方の二極化も始まっています。これからはその二極化をなくしていく必要があります。なるほど。そういう意味では、さっきのそのメッセージを、情報を受け取れるっていうのは、その個人の開き具合だったりとかで違うけれども、その今まで見えなかった存在、分からなかった存在が、その誰でも見える形になるっていうのは、それは地球自体の次元が上がったからっていうことですか？そしてこれまで姿を見せなかった宇宙存在が、皆さんが見えるレベルまで次元を落としてくださるということです。彼らはもともとそういった技術をお持ちです。しかしこれまで地球の周波数が低く、そして皆さんの準備もなされていませんでしたので、彼らが自分たちの意思で姿を見せませんでした。ですので、彼らが姿を現すとき、それもとても計画的に皆さんの前に現れるでしょう。しかし日常的に皆さんの前に常に現れてくるということではありません。彼らも計画があります。まずあなた方にインパクトを与えるために、皆さんが分かる形で一度姿を現すと思ってください。あくまでもこの地球の社会は皆さんが作り上げるものだからです。わかりました。ありがとうございます。